皆さん、こんにちは。トレンドリアです。2024年も始まって早に、2ヶ月が経ちました。韓国の学校の新学期は、日本よりも少し早く、3月から始まります。韓国留学が決まっている方は、そろそろ出発に向けて、準備を始めていることではないでしょうか？そこで今回は、韓国、地方都市留学した、日本人の1日のスケジュールは、どんな感じ？についてご紹介します。今回は、平日の1日のスケジュールについてお届けしていきます。それでは早速見ていきましょう。朝は8時に起床します。学校の隣に寮があったので比較的ゆっくり起床ができます。そこから準備をしたり朝ごはんを食べたりし登校します。午前中は語学堂の授業です。朝9時から1コマ50分を4コマ、1限から2限は基礎文法を習ったり発音の練習をします。3限はリスニングに特化した授業を行います。そして4限リーディングの授業、各授業の間に10分休憩を挟みながら終わるのは12時50分。休憩時間に語学堂のお友達とお菓子を交換して食べたり、おしゃべりしたりして過ごします。語学堂に通うメリットは、いろんな国の友達ができることです。また、トピックに特化した授業なことが多いため、授業中で文法などを覚えながら、トピックのテスト本番に近い問題を解くことができることです。各級ごとにクラスが分かれているので、初心者の方でも簡単なレベルから語学堂の授業を受けることができます。続いて午後です。午前中の語学堂だけ通うという方も多いですが、大学に入学すると語学堂の授業と大学の授業どちらも受講することができたので、午後は大学の授業を受けに行きます。韓国も大学によって、または講義によって、それぞれ1コマの授業時間が異なります。今回紹介するのは、1コマ90分。語学堂にはもちろん韓国人の学生はいませんが、大学の講義には様々な学生がいます。語学堂では、なかなか作れない韓国人のお友達も、ここではたくさんいるので、話しかけたり、グループ学習などで仲良くなったりと、韓国人のお友達を作るチャンスです。日本語学科の授業を取ると、より日本人に関心を持ってくれて、友達ができやすいかもしれません。午後の大学の授業が終わり、寮に帰ります。そして時刻は18時30分、夕食の時間です。寮でご飯を作ったり、周辺で外食をしたりします。また、韓国ならではのペダルをすることもあるです。同じ部屋の人と分けて食べたりもします。夜ご飯が食べ終わったら、自由時間です。デザートを食べに、また食後のコーヒーを飲みに、近くのカフェに出かけ、そこで語学堂や大学から出た課題をしたり、自主学習をしたりします。寮の自分の部屋で勉強するのもいいですが、カフェで勉強することで、その場にいる韓国人の会話が耳に入ってくることもあるので、自然と耳が韓国語に慣れてきて、リスニングの練習にもなるので、おすすめです。勉強ばかりだと切羽詰まってストレスも、溜まりがちです。韓国には至るところにジムがあり、早朝から夜遅くまで営業しているジムもたくさんあります。学生でもジムに通う人がたくさんいます。また、韓国では運動場を開放しているところが多く、そこに通う大学生のみならず、近所のおじちゃんおばちゃんも夜に来て、ジョギングしたりランニングしていたりします。こうして、平日の一日が終わります。寮によっては、門限なども決められているので、決められた時間には、必ず寮に戻るようにします。そして24時までには就寝するように心がけています。消灯時間が決められているわけではないので、寝る時間は人それぞれです。いかがでしたか？今回は、韓国、地方都市留学した、日本人の一日のスケジュールは、どんな感じ？についてご紹介しました。平日は語学堂に通ったり、大学の講義も受け、それぞれの課題も出るので、とても充実した一日になります。ずっと勉強しているとストレスも、溜まりがちなので、カフェで甘いものを食べたり、運動をしたりと息抜きも大事です。もちろん、今回紹介したスケジュールが全ての学校、留学生に該当するわけではないです。語学堂だけに通うのか、大学だけに通うのか、都市に留学するのか、地方都市に留学するのか、また、寮に住むのか一人暮らしをするのかによっても、それぞれスケジュールが変わってくると思います。これから留学を考えているよ。という方は、一つの例として、ぜひ参考にしていただければと思います。また、都市留学と地方都市留学のメリットで、メリットの動画も過去にアップしているので、ぜひチェックしてみてください。